皆さんこんにちは。このコーナーは広報うるまからうるま市のイベントや暮らしの情報などをお届けするラジオ広報うるま市役所だよりです。30代40代必見ヘルシー&ヘルシオ料理教室。カロリーと塩分はカットしたい、でも美味しさはカットしたくない。年度末の慌ただしい毎日でも簡単にできるヘルシー料理を学びませんか？料理初心者、男性も大歓迎。多くの皆さんのご参加をお待ちしています。日時は3月7日土曜日午前10時から午後1時、午前9時半から受付開始です。場所は健康福祉センターうるみん3階調理室。対象はうるま市在住の方、19歳から69歳まで。糖尿病、腎臓病、その他治療中の疾患のある方は主治医に参加の可否を確認してください。定員は20名、参加費は無料です。申し込み期限は2月28日金曜日、定員に達し次第受付終了となります。申し込み方法は健康支援課窓口またはお電話でお申し込みください。申し込み先、お問い合わせは健康支援課電話 973-3209 973-3209 まで。持ち物はエプロンと三角巾です。詳しくは広報うるま2月号13ページをご覧ください。ベイビープログラム参加者募集。初めて子育てをされている第一子、お母さんの仲間づくり、親子の絆づくり、学びのプログラムです。子供を大切にしながらあなた自身も大切にしましょう。日時は2月26日水曜日、3月4日水曜日、3月11日水曜日、3月18日水曜日、午前10時から正午、4回のセッションに参加できる方です。場所は中木須児童センター。対象は第一子、2位から5ヶ月とその母親。定員は親子6組。参加料はテキスト代1000円。申し込み期限は2月20日木曜日。申し込み方法は中木須児童センターへ電話で申し込み。申し込み先、お問い合わせは中木須児童センター。電話番号 974-1309 974-1309。詳しくは広報うるま2月号13ページをご覧ください。放課後児童クラブを利用する一人親家庭などの皆様へ、市内の放課後児童クラブ学童を利用する一人親家庭や生活保護受給世帯に対し利用料の負担を軽減します。継続利用者でも毎年申請が必要となります。詳細は市のホームページまたは子ども未来課までお問い合わせください。対象者は市内に住所のある児童扶養手当の受給者、母子および父子家庭など医療費助成事業の受給者または生活保護受給者。軽減額は放課後児童クラブが定める利用料の2分の1の額、上限月額は5000円です。申請期間は3月2日月曜日から4月30日木曜日。申し込み期間を過ぎて申し込みされた場合は申請月の翌月からの対象となります。申し込み方法は利用する放課後児童クラブから申請書を受け取り、子ども未来課へ提出してください。申請書は子ども未来課窓口でも配布しております。市のホームページからダウンロードも可能です。
申し込み先、お問い合わせは、子ども未来課、電話 989-5313、989-5313まで。詳しくは、広報うるま2月号13ページをご覧ください。令和元年度、うるま市吹奏楽祭。市の児童生徒の日頃の練習の成果をご披露いたします。多くの市民のご観覧をお待ちしております。日時は2月8日土曜日午前10時30分開演。会場は午前10時です。場所はうるま市石川会館。出演団体は伊波賞、与那城賞、田場賞、中原賞、赤道賞、石川中、与勝中、あげな中、具志川中。入場料は無料です。お問い合わせは、学務課、電話 923-2159、923-2159 まで。詳しくは、広報うるま2月号16ページをご覧ください。防災一口メモ。備蓄品、非常持ち出し品を備えておきましょう。災害発生時には、電気、水道などのライフラインが停止する恐れがあります。食料品などの流通機能もストップするかもしれません。目安として、最低3日間程度生活できる水や食料品などの備蓄品を備えておきましょう。備蓄品は家族や地域の状況などと照らし合わせ、賞味期限などを定期的にチェックし、必要に応じて入れ替えましょう。また、非常持ち出し品は玄関や寝室など持ち出しやすい場所に置き、すぐに持ち出せるように準備をしておきましょう。背負える袋などに入れておけば、両手が使えて便利です。また、自宅だけでなく、職場などでも同じように対策をしておきましょう。詳しくは、広報うるま2月号19ページをご覧ください。以上、ラジオ広報うるま市役所だよりをお届けしました。この後も引き続き、ゆいまわるラジオ FM うるまの放送をお楽しみください。